こんにちは、ねむりさくらです。今日はですね、何をやっていいかと言いますと、近畿地方の車椅子一人旅大阪編の2日目をやっていきたいと思います。住吉大社っていう神社に行きたいと思います。大阪グルメも堪能したりするので、すごく楽しみでございます。今から電車で新今宮駅っていうところで乗り換えをして、住吉大社駅に行きたいと思います。イエーイ。はい、ということで早速やっていきましょう。それでは早速スタート。新今宮駅に到着しました。乗り換えで南海線に乗るんですけど、 JR の駅員さんが南海線の改札までご案内していただきました。改札出て距離があるんですけど、駅員さんめちゃくちゃ優しくて、この歩く速度でいいですかって言ってくださったりとか、いろいろ教えてくださって、今ラッシュの時間なんですけど、ラッシュの時間じゃなければ階段の横についている昇降機でキュッて行けるらしいんですけど、ラッシュの時間帯なので、ちょっと改札出て遠回りするような感じでなってるみたいですね。3番線、上の階でって間違えた。住吉大社駅到着しました。改札出て東口の方に出るんだけど、そっちは階段しかないので、すぐ横にエレベーターがあって、すごい綺麗な橋だね。車椅子で行けるルートは左側の方にあるみたいなので、左の方に行きたいと思います。こちらの橋は反橋でございました。こっちに行きます。お、スロープ発見。ちょっと急だけど、あー、ギリギリスロープだけど、ここは階段、ぐるっと回らないとダメだ。こっちから行こう。こっちの砂利を行って、でここです。ここは車お払い所。嬉しいな、車椅子で行けるの。ほんと高録も、こっからだったら車椅子で行けますよって書いてあった。おみくじがいっぱいある。ここが正面か。住吉大社の神祠。あー、なでうさぎだ。これです。かわいい。ちゃんとここで消毒をしてなでます。奥の方まで来ました。バリアフリーではあるんだけど、玉砂利がねきついね。ギリギリだね。音でわかるよね。これでもね、玉砂利少なくなった方なんだって。駅の方に戻ってきました。住吉公園っていうのが駅の反対側にあるみたいなので、ちょっと今向かってます。散策したいと思います。めっちゃ綺麗。次はですね、新世界にやってまいりました。通天閣が大阪のシンボルになってて、そこの周辺一帯が新世界っていうエリアみたいです。めっちゃ楽しみにしてました。
通天閣は中に入ってみたいなって思ってるので、なんかすごい、ビリケンさんです。新世界にはビリケンさんが住んでるみたいで、なんかめっちゃ幸せそう。通天閣はもともとルナパークっていう遊園地のシンボルとして建てられたみたい。日本一高いタワーだし、日本一古いタワー。てっぺんが光るんだって。てっぺんの色でね、次の日の天気がね分かるようになってるんだって。白だと明日晴れで、オレンジだと曇りで、青だと明日雨ですよみたいなことらしい。夜になると光るのかな。キョロキョロしちゃうんだけど。車椅子だと通天閣展望台出口のエレベーターを使って地下に降りるみたいです。チケット売り場、エレベーター乗ります。2番と3番のエレベーターがあって、エレベーターの天井にビリケンさんが映るんだって。満月の中に映るビリケンさんと空に浮かぶビリケンさん2種類あって、エレベーターによって違うんだって。どっちかな。うわー、展望台に来ました。目の前に見えるのがアベノハルカスですね。すごい。ここが5階なんだけど、4階に光の展望台っていうのがあるらしくて、通常は階段で行かなきゃいけないんだけど、エレベーターで行ってるみたいです。食べ終わりました。串カツだるまさんの発祥の地に行ってみました。結構緊張しました。店内はこじんまりしてて、本当に本当に本場の串カツっていうのを食べました。めっちゃ美味しかった。もう衣が違う。サクだね。柔らかくて安い油じゃないって感じ。美味しい油で揚げた感じ。紅生姜美味しかった。あとキス美味しかったね。レンコンもね、もちろん美味しいんだけど、キスいいよ。キス車椅子でも行けるかもしんない。店内結構狭いから、段差とかはないから言えば行けそう。私はついで入っちゃったんだけど、今日の動画はここら辺で一旦締めたいと思います。この後もいろいろ巡るんですけど、その様子はまた次ねお送りしたいと思います。かなり車椅子で巡ることができて、通天閣もエレベーターで全部回れるし、あのルートも確保されてて、それ楽しめたかなと思います。ちょっと良かったなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルです。
お会いしましょう。せーの、バイバーイ。